には本当に89分間ぐらいダメだったのにでも許させてもらえて勝つことができてよかったです。見事なゴールシーンでしたが、今の気持ちを聞かせてください。いや本当に、このゴールは本当に自分の力だけじゃなくてみんなの力で生まれたゴールだと思うので、すごい嬉しいです。また今シーズンの抱負をお願いします。今シーズンはそれでは最後にサポーター、ファンの皆さんに一言お願いします。今日は皆さん応援に来てくださってありがとうございました。また選手でした。ありがとうございました。4月4日開幕にぜひ